海マイナス5、R-10, PS-5 ハリコフ R-10, または、ニエマン R-10 は1930年代中頃に、ハリコフ航空研究所で、ヨシフ・グリゴリエビチニエマンにより設計された、ソビエト連邦の偵察機械系爆撃機である。海マイナス5と名付けられた、最初の原型機は1936年6月に、初飛行した。 性能の低さにもかかわらず、カイマイナス5はもう一つの偵察機、コチェリギン R-9 との比較審査に勝利し、R-10 の軍用名称で生産されることになった。R-10 は当時最新の設計だった。1940年初頭までに493機の R-10 が、ハリコフ航空機工場とサラトフ航空機工場で生産された。 最初の生産型ではいくつかの初期不良が現れ、それによって、最終的に、ヨシフ・ニエマンは1938年12月11日、サボタージュとスパイ容疑の罪状で、NKVD に逮捕されることになった。これは当時では、一般的な罪状だった。1938年には、改良型の回マイナス5ビースが、M、M-25E エンジンを搭載して試験され、 時速 425km の速度を達成した。1938年にはまた、R-10 をもとに、地上攻撃機械 -52 が開発された。械 -52 は、種別増え m 6 3 9 0 0 h p 製型エンジンと機銃7兆 400kg の爆弾を搭載した。10機の試験機の生産が準備されていたが、 ニエマンの逮捕によりキャンセルされた。いくつかの R-10 生産型には、より強力な、スマンスキー M-88、種別オフアッシュ -62、M-63 エンジンが搭載された。1940年から、空軍を退役した60機以上が、PS-5 の名称で3つの客席を備えた、郵便機としてアエロフロートに使用された。 R-10 は1937年から一部のポリカルポフ R-5 を代替する形でソ連空軍により運用が開始された。R-10 が最初に戦闘に参加したのは1939年にソ連と日本の間で行われたノモンハン事件だった。その後、第二次世界大戦の初戦においてポーランド侵攻においてポーランドに対して使用され、 また冬戦争においてフィンランドに対して使用された。R-10 は次に1941年6月22日のドイツの攻撃によって始められた独ソ戦の初期に用いられた。この時 R-10 は時代遅れとなっており他のソ連空軍の航空機と同じく多くの損失に苦しんだ。多くの航空機が地上で破壊された。R-10 は 戦術偵察機として、そして何より軽爆撃機として使用された。後には多くの機体が敵戦闘機による損失を減らすために夜間爆撃機として使用された。R-10 は1943年に戦闘任務から外されたが、1944年に2人のフィンランド人操縦士が R-10 の撃墜を主張している。r 1の設計は、 一般的なもので、主翼は低翼配置で表面を合板で覆った木製のものを用いていた。胴体はセミモノコック構造で、膠着装置は主翼に引き込むことができた。乗員は操縦士と観測員、後部重手の2名からなり、銃東には機銃が1つ装備されていた。観測員席の床には偵察任務のための AFA-13 カメラが搭載されていた。 上員の座席の間には燃料タンクと垂直爆弾層があった。爆弾の最大搭載量は 300kg だった。R-10 はいくつかの種類の種別オフ M-25 と M-63 製型エンジンを搭載した。これらはライセンス生産されたライト R-1820 の発展型で全金属製の2枚の ハミルトンスタンダード可変ピッチプロペラを搭載していた。出展、諸原性能部騒動世代の航空機ガンストン、ビル、ザ・オスプレイエンサイクロペディア・オブロシアンエアクラフト1875995ロンドン、オスプレイ、ピアニッシモ、ISBN、1 4 9 i s b n 1 8 5 5 3 2 4 0 5九ありがとうございます。